皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日開封する商品はこちらでございます。じゃじゃーん、スーパー恐竜&コーでございます。今日はこちらを開封します。スーパー恐竜&コーですよ。恐竜シリーズ第2弾、新恐竜が12種類、全部では16種類、スーパーレアキャラもいるよ、ブックレットもついてます。そして伸びます、スーパー恐竜&コーとなっております。裏面はこのような感じ、16種類の恐竜を集めようと書かれていますね。いろんなやつがいますね。金色のやつもいるし、クリアボディのスーパーレアなんてやつもいますね。すごく伸びるレア、こんなのもいるそうです。それでは開封。これまたなんとも大きい触り心地、ボコボコしてんな。それではいきます、次おしゃ。それではブックレットくれん、3、2、1、ギュー。これまた新恐竜ですな。ノドサウルス、ノドサウルス聞いたことないな。武器、ノドサウルスはこんな感じです。アンキロサウルスっぽい見た目ですか。バトルメーターはこちら、大きさ3、力強さ3、凶暴さ3、スピード2、至って可愛いやつだな。武器、身長170センチの大人の男性に対してこのぐらいの大きさ、幅ぐらいの大きさ。体長約6メートル、重さ2トン以上のこの恐竜は体の首から尻尾にかけてその全ての部分が鎧のように硬い骨の板で覆われていて、とても変わった形をしている。確かにボッコボコの体だもんね。敵が現れるとうずくまってボールのように丸くなり、身を守っていたアルマジロの手法じゃねえの。硬い鎧に覆われていたこの恐竜を捕まえて食べることは、鋭い爪と歯を持つ凶暴な恐竜にとっても難しいことだった。これはちょっと食べづらそうだもんね。武器、ラインナップはこのようになっております。それではノドサウルスさんの登場です。3、2、1、ギュー。おー、アルマジロだ。現代にもこういう生き物いませんかね。これに似てるやつね。背中ボコボコになってて、上から見るとアボガドみたいになってるね。すごい、この手のひらサイズのこのハマりがとってもいいですね。なんかこうマウスパッドみたいなぐらいのサイズですね。顔はこんな感じ。なんか優しそうだもんね、顔ほら見て、優しそうでしょ。なんか意地悪とかしなそうだもんね。こう身を守っていて、守りに徹してる感じですね。お腹もこんなにむっくりしていて、なんか全体的にとっても可愛いな。優しい恐竜って感じですな。確かにこれがこうなって丸くなって身を守ってたらこうでしょ、こうでしょ、ほら。そしたらこれ他の恐竜これ食べづらいわね。いたたたたた、いたたたたみたいな感じになっちゃうね。これは最強の防御を持つ恐竜ですね。それでは今日はこの辺にしたいと思います。高評価、グッドボタンとチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。またお会いしましょう。バイバイ。